結婚してる女性が誘拐され寝取られて解任というひどいエロ漫画の根幹に、実際には盗まれてた事実が隠されている可能性がないとも言えないのかも。世間で話題のその作品は、実際には元ネタがある、その富は作者に返すべき。オリジナルを語れるのは王の権威しかいない。時その作品がそこまで戻ること、それはでかしか。諸事情はあっても不正は不正である。それがそういうものなら、フィロソマは森宮がその本来の作者である。一部で有名なプレイステーション初期のシューティングだが、当時ならあり得る話。もちろん自分だって当時シューティングは作ろうとしていたし、テラフォース、空の黄昏の彼方に的な企画、それを考えたことはあるわけだが、それがパクられていた、パクった連中はそれで成功した、その是非とは